はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。今こそ貯金や投資の勉強をしていきたいけど、おすすめの参考書はあるの?という方にお話ししていきます。この質問はよくもらうんで、気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では、超初心者向けのお金の本、資産形成1年生が今だけ、無料で読み放題なので紹介します。とってもお得な情報をわかりやすくお伝えしますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。では、このパートで、お金の勉強がタダでできる資産形成1年生が今なら読み放題という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。2022年9月末まで資産形成1年生が Amazon の電子書籍読み放題サービス Kindle Unlimited にて掲載。スマホでも読めて Kindle Unlimited を初めて利用する方は30日間の無料体験が可能。資産形成1年生はお金の不安がある人へ貯金や投資などの超具体的な始め方をイラストで解説しているので、この夏から資産形成の一歩を踏み出したい方にぜひ読んでほしい。この結論をもとに、今こそお金の勉強をしたい方に無料で学べる方法を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。まずはついに2万部突破の資産形成1年生を簡単に紹介します。この本は自分が10ヶ月間熱意を込めて書いた書籍で、全編フルカラーとなっています。お金の悩みがある人がまず押さえてほしい。銀行口座の使い分けや固定費削減、投資の基礎知識や積立NISA、楽天経済圏やふるさと納税といった資産形成の第一歩で知りたいことを数十枚のオリジナルイラストで解説をしています。そんな資産形成1年生がこの度 Kindle Unlimited に掲載されました。2022年8月から9月末までの2ヶ月間限定で Amazon の電子書籍読み放題サービス Kindle Unlimited に掲載されています。このように Amazon の商品ページだと確かに Kindle 版が0円になっています。これでスマホでも読めますし、 Kindle Unlimited を初めて利用する方は30日間の無料体験が可能なので、概要欄にリンクを掲載しておきます。重ねてお伝えしますが、 Kindle Unlimited の掲載は2022年9月末までの期間限定なので、ぜひお見逃しの内容をお願いします。本の中身もちらっとお見せしておくと、オープニングは楽しい漫画で始まります。主人公である社会人2年目のペンタゴンはお金にズボラなまま生活をしてきましたが、ある日預金残高たったの10万円、飲み会どころか家賃の支払いも危ういじゃないか。これは僕も実際に経験したのでよくわかるんですが、お金がないととにかく不安になりますよね。ペンタゴンもどうすればいいんだと寒気がしてきて、コンビニで弁当を買おうと思ってもダメだ、500円の弁当すら買うのが怖い、お金がないとこんなにも不安になるなんて。ペンタゴンは結局100円のスルメしか買えずに、ひもじい思いをしながら YouTube を見ていると、僕と出会って資産形成の一歩を踏み出していく、こんなストーリーになっています。また本に掲載した資産形成チェックリストで行動手順がわかります。この本はただ読んで満足するだけではなく、具体的に何をすればいいかの行動を後押しできる本にしたいと思ったので、各章ごとにこれをやれば OK というチェックリストをまとめています。ちなみに楽天経済圏などのサービス変更による最新情報は反映されているのか気になる方も多いと思いますが、その点も安心してください。書籍内ではかなり具体的な行動手順を示している分、各サービスの情報が更新されることもありますが、それはこちらの最新情報アップデートページで都度更新をしています。資産形成1年生は出版して終わりではなく、長く愛される本にしたいので、こちらもぜひチェックしてみてください。このページのリンクは資産形成1年生の巻末に記載しています。では最後に、本を読んでいただいた方に自分からのお願いです。今回の Kindle Unlimited にて資産形成1年生をお読みいただいた感想を Amazon レビューにて書いていただけると、自分の今後の発信活動の参考にもなるのでお願いします。
僕も魂を込めて書き上げた一冊なので、ぜひ率直な感想を聞かせてください。Kindle だとこのように、最後のページから次に進むと、レビュー画面が表示されるので、ぜひよろしくお願いします。この夏から貯金や投資に一歩踏み出したい方にも、資産形成1年生はおすすめの一冊となっているので、一緒にお金の勉強をしていきましょう。はい、では今日のまとめでーす。2022年9月末まで、資産形成1年生が Amazon の電子書籍読み放題サービス、Kindle Unlimited にて掲載。スマホでも読めて、Kindle Unlimited を初めて利用する方は、30日間の無料体験が可能。資産形成1年生は、お金の不安がある人へ、貯金や投資などの超具体的な始め方をイラストで解説しているので、この夏から資産形成の一歩を踏み出したい方にぜひ読んでほしい。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。